どうも、のっちん TV です。呪術廻戦ファンパレ動画やっていきたいと思います。ということで、今回アップデートでメインクエスト第10章が追加されました。10章なんですけども、ここ10章には、ここがかなり強くて、ここに苦戦している方もいるんじゃないでしょうか。で、ここでですね、まあ、かなりいいパーティーっていうところとかね、まあ、完封ぐらいで勝てるパーティーっていうところのね、最強編成を紹介していきますので、よければ動画、高評価、そして最後まで見てみてください。あとね、コメントもあると喜ぶんで、よろしくお願いいたします。で、まずですね、10章には、いろいろな構成でね、生放送で何時間もやってみたんですけども、このね、ゲトーとかも結構輝くなっているのがありました。で、あとはですね、このベストフレンド、そしてこの引き付け階層、盤石の布陣というね、このコンボがやはり刺さるというところで、ここでね、めちゃくちゃ無双できるんで、もし組めたらですね、これやるとですね、かなり簡単にできます。で、これレベル上げる必要もなくですね、これ配布で取れる階層残滓なんで、この引き付け回数2回というところもね、ポイントで良かったりするので、ぜひとも動画を見てみてください。はい、ということでね、まずは行ってみましょう。今回ですね、ゲトーがマジで活躍するところで、なんかゲトー強えなってなりました。で、いいところがいろいろあるんでね、実際こうね、見ていきましょう。で、まず今回いいところなんですけども、まず動きとしては、まあこれ、召喚一心使っているんですが、召喚一心なくてもいいです。あるとでも渦巻きとかがまた溜まりやすくなるかなという感じで、もしなければですね、他のものでも全然大丈夫です。で、ここでですね、ゲトーを使っていくんですが、ゲトーはですね、まあ、全体攻撃あるところも優秀でですね、そこが強いというところで、ここからね、見せていきます。で、あとはですね、この、純平くんの階層残滓、これが呪力をね、取ってくれるんで熱いんですけども、こんな感じでやっていくと、まずはですね、ベストフレンドコンボっていうのがありまして、これはね、発見されたのはかなり前なんですけども、今回ガチで使えるから、マジいいじゃんってなったわ。まあ普通にね、火力とかでご利用しして勝つもできるんですけども、めちゃくちゃその雑魚敵が硬かったりするので、そういうところでですね、マジで今回、その攻撃の防ぎつつ完封勝利できるっていうやり方なんで、一切やると強えなってなりました。はい、こんな感じでですね、全部ベストフレンドでこうね、防いでいくというね、やり方もできたりします。で、あとあるのが注意点としては、このベストフレンドですね、これカウンターするときに自分の呪力を消費するので、ちょっと呪力を高くする必要があります。なので、ちょっと純平君の階層残滓とかあるといいなとはなるんですけども、まあそこについてもちょっとしたコツはあるので、そういうところを解説させてみていきたいと思います。で、それがですね、この結城君、呪力支援ですね。これでも、このね、東堂の呪力を回復していく、そのためにね、入れているので。こんな感じでですね、呪力支援もして、ここを切れないようにしていくっていうところが一つポイントです。で、もう一個、かなりやり込んでみて思った、コツなんですけども、それについてはですね、このベストフレンドが切れないように、ここちょっとね、見たりするときもあるんですけども、コツとしては、このウェーブにですね、ここで、少し東堂の呪力とか、あとは結城くんの呪力支援用の呪力を少し貯めるとやりやすくなります。そのやり方が例えばですが、まあ、ちょっとここ削りすぎたかもしれませんが、ここでですね、そのターンを稼いで、ここ90にするとかでもいいです。で、なるべくこう殺さないようにやっていく感じでやるとですね、ウェーブ3が楽になるっていうね、コツがあります。ちょっとここ死なないでくれるとありがたいが、あ、死んだか。はいはいはい。まあでもこんな感じでもいけます。で、コツとしてはさっきのところで90にしてホクホクは楽です。で、あとは強いところがですね、ここでですね、渦巻き打つことができて、今回この雑魚敵がいっぱい出るので、そういうところで、この渦巻きの呪力最大値で打つことができる、そういうところも良かったりします。で、あとはベストフレンドが切れないように、東堂はこういうふうに殴っていく。そして、あとは、呪連素術、これも渦巻きとか他の必殺に合わせていくという使い道があり、こんな感じで、呪連素術、渦巻き。これが強いところでしてね、このベストフレンド、さっき呪力消費するって言ったんですけども、その呪力消費があるので雑魚的にめちゃくちゃその消費させられまくるっていうのがあるんですが、そこで一掃できる全体攻撃持ちが結構輝いているという感じです。で、あとはまあ召喚一心は合わせていくという感じで、ここは呪力をじゃあ貯めておきましょうとかね、でベストフレンドが切れていないかなとこう見て
で、こうして集中力を今のうちに補っていこうと。この動きです。これがマジで完封できる。ここが本当に強いです。でここのステージはですね、どんどん雑魚は補充されていきます。まあドラクエでいうなんか無道のねステージの、切り裂きピエロみたくどん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 来るんですけども、それも全体攻撃で排除していくことにより、この呪力消費10をですね少しずつ、なくしていく、そういうところが重要です。でちょっと見てもらうとこんな感じ。だいたいねゲトーの全体でも2ターン目にちょっとね雑魚排除することができます。なんでここのターンはちょっとね出てほしい。切り替えろ。はい、こんな感じで耐えていくことができます。なんでまあさっきのねウェーブ2でもうちょっと呪力があれば東堂の呪力がもっと楽になるという感じもあったりするというところです。でここの雑魚のね排除するところがすごい大事ですね。ここでまた排除することによりさらに呪力支援がねこのゲットにもかかっているっていうところが熱い。そういうなんかめちゃくちゃシナジーがあるこの構成になっております。でここで雑魚を排除するので一旦ここで使わせる。さらにこれねやらせんつってベストフレンドが呪力消費抑えることができる、激アツですねっていうね、そういう感じです。あとは学長の必殺については、まあ、ずっとかけついて、あのバフでもずっとバフでもあんま変わんないかなという感じです。どっかで合わせてもいいかなという感じではありますが、これをやることでですねめちゃくちゃもう完封勝利できるんで、ちょっと完封勝利のところ見ていきましょう。授業を始めよう。どうやら俺ちゅらいけ。さあ溜まっていく。さてやらせん。その程度やらせん。耐えてくれ。やらせん。ちょっとウェーブ2でマジで貯めるとねもうちょっと楽なんで、耐えてくれってならずにもいける。でここは全体動きで必殺一応一旦取っといたりね、まあ規格外に合わせたりでもいいです。その意味が、このね2ターン目のその全体攻撃で倒せることになるので、そうすると次必殺使うときにね全部一掃できるんで、そこに合わせるという手があります。はい、これ何言ってるかというとここですね。ここでこのマックス状態のやつ2ターンのこのスキル3で倒すことができるんですけども、そこで削っているやつより一発で渦巻きで全部やるとですね、そのターン東堂の呪力がめちゃくちゃ楽になるんで、今なら俺でもそれをやっていくということです。そして合わせていく。これマジ完封なんだよね。今のところダメージを受けていないじゃん。そしてこの渦巻き打つ、さらにこれで雑魚を倒す。こうするともうゲットの呪力がもうできない。さあブレイクした。ここからはいけると思います。でゲットを倒すとねまた呪力が来るという感じです。まあこんなところでちょっと必殺も入っておきますか。まあ一応呪力を吐きつつ、あまあこっちでもいいか、こっちでデバフも入れていくかとかねやっていく。でここはまあ相手がねスタンしているんで、もう余裕ターン、余裕ターンです。皆様前に集中を。ガチ完封ノーダメージ。しかもここ結構ザコの攻撃痛いんですよね。ザコの攻撃が痛くてボスの体力も高いっていう、まあ、かなりの高難易度なんですけども、こんな感じになっていくというとこです。まあ、一応これ入れとくか。でこのブレイク中にね必殺吐いて、さあ決めていこう。いや本当に強いわこれは。本当にこの10の2はマジでむずいんで、そうしたらこのなんかのベストフレンドコンボねガチ強えなっていう風になっております。でブレイク解けた、守っていく。もう呪力も盛りだくさん、余裕がある。後ろは任せてください。まずは必要に行きなさい。しもべどもその程度やらせん。もうね77あるんでこれはまあ処理もしますが、処理もしますがイージ。いやこれは東堂強いなとなりました。あとは本当に今回これでゲトー強いなっていうふうにもなりました。いやマジで強くね。これは楽しすぎて生放送中にいろんな構成試して、まあじゃああのキャラ乙骨くんだったらどうなのとかもいろいろ試したんで、それもね最後にね喋っていきます。俺を楽しませ。めっちゃ試したんですけど、まあ、ゲトーがねめっちゃ良かったっていうところを皆さんに情報を
お伝えしたいと思ってやってます。さあ決めようか。渦巻きフィニッシュあるで。やらせん、その程度やらせん。すげー。さあ相手にならないね。不合では相手にならないね。退屈させる。いいな。いいな。ちょっとこれにしよう。不合では相手にならないね。110の威力マックス渦巻き、ここマジでゲットも最適。見ていきましょう。授業を始めよう。どうやら俺親友のようだな。呪連素術、呪霊操術、極の番、渦巻き。何？いいね。こういうことなんだよな。なので今回10勝実装でですね、ゲトーの評価も個人的にも上がっているという感じです。はい。であとですね、こっからまだあるんですけども、まあ、ゲトーがないよっていう場合があると思います。その時のちょっとね、順番にね説明させてください。で今回ね、これもちょっと押していきたいっていうところがあるんですけども、メカ丸、このメカ丸がついに輝く時が来た。輝いて欲しかった。アルティメットメカ丸、マジでマジ原作でもめっちゃ好きで、メカ丸のシーンとかめっちゃ泣いちゃったしね。あのね、ところでね、チャージ何年つってね、そういうところなんですけども、こういうのメカ丸でもいけます。で今回97まであるんですけども、91レベルでお見せいたします。スキルレベルはこんな感じになっていて、全体攻撃の場所をちょっとだけ上げるといいです。さあ、でこれがゲトーがないってね、ゲトーはガチャゲンなんでね、これでどうなるかっていうところもちょっと見せたいです。いやマジでメカ丸がついに輝いたっていうところを本当に見せれて、個人的にはかなりテンション上がっております。相手の動き、はい。でメカ丸なんですけども、メカ丸ね、これね、全体攻撃、必殺も全体です。さらに今回これ矢属性、緑の属性なので、そういうところで結構最適なんですよね。最初はさっきとね同じくなるんですけども、ちょっと見てください。授業を始めよう。どうやら俺、あとはゲートとの比較っていうところでも、まあ、見るとこはあるかな。ウルトラキャノン、こういう感じなんですよ。やらせん。さあ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 、有効射程、退屈。いやただちょっとさっき2ターン目で、ね、やっぱ貯めるっていうのは、ウェーブ2まですぐ行きたい。授業を始めよう。よし、数を減らすとね、あの東道の知力の消費が少しずつ減るので、こういうところで、でここはちょっと貯めましょうかという感じ。まだベストフェンドはある。集中するんだ。知力支援は入れていく。では教育の時間だ。さあ、でここがですね、さっきも言いましたが、この2人になっているので、こういうところでここが貯めやすいところなんで、少し余裕を持たせたいならここで主力を少し貯めていく、そういうやり方もありです。できればそうしたいかな。あ、でここが、階層差しね、使って。マジでメカ丸がね、本当に輝いている。今完璧にね、そのゲトーすぐると同じぐらい強いって言えるからさ、ガチャ熱いなと思ってる。今なら俺でも。はい、こんな感じでですね、ちょっとこの東道の努力を貯めつつやっていく、そういう感じも OK です。でこうなってくるとですね、来ました、チャージ完了。チャージ何年だこれは。行こうか。いつでもいけるぞ。そういう風にやっていくことができます。今なら俺でも。で呪連素術も乗せていく。行きましょう。授業を始めよう。どうやら俺親友のようだな。呪連素術、アルティメットキャノン。アルティメットキャノン。マジでマジでいい、いい、大好き。メカ丸付き、こんな感じで一応弱点属性もねつけるというね感じになってます。あとはですね、だいたい同じなんですが、あ、ちょっと見ていきましょう。でメカ丸ね、もうね威力結構ね余裕出てくるんで、スキルに打っても大丈夫です。これが少しポイントで、まあ、この間に必殺を消化しておきますか。皆さんは前に集中を。行くぞ。いやマジでね、この全体攻撃が輝いている。これでダウンも入れて、
まだまだ。カレブ、めちゃくちゃいいよな。 SR でいけるって言える、言えるかな。純平くんのやつがねなる場合はあるんですけども、はい、これもちょっとターン見ていきましょう。昇華一新はねかなりオプション的な感じで、あ、こっからね、こっからが本領発揮ですが、この全体攻撃で退屈させるなよ。ガチっていきましょう。こうで主力支援は2ターンの効果あるんで連続で使わないようにしてもいいかなというとこがポイントです。消し止め、その程度やらせん、やらせん、やらせん、やらせん。いやマジ気持ちいい、これ無限にできる。よし吹き飛ばすぜ。集中するんだ。今回ねウェーブ2でちょっと貯めたので呪力もこう見てもらうと楽ではあるかもしれない。マジで完封勝利でしょう。そしてここでチャージ完了してるんですよ。これが一番ベストの動き。格外は一応合わないですが、これね、そうするとこれでメカ丸の場合、このザコがさ東堂の呪力を、かっこいい、東堂の呪力を削る量がマジで低い。これでマジで輝いてるんですよね。いや今一番輝いてる、巨大化して見えてきたね、巨大なメカ丸に見えてきた。このメカ丸、あとはもう火力も出していく。え、そんなことはない、主力支援取っとくか。授業を始めよう。余裕がある。やらせん、行きなさい、しもべども。でここからはねまあまあ続きますが、ちょっと最後まで見ていいどうなるか。このねしっかりしろ、全体攻撃もいいよっていうとこを見せたい。では教育の時間だ。後ろは任せてください。ウルトラキャノン、ウルトラキャノン、やらせん、やらせん、やらせん、気持ちいい。無敵なんだよな、ウルトラキャノン回せる。ベストフレンドあるから必殺を吐いておく。授業を始めよう。まだまだ。無理。その程度やらせん、行きなさい、しもべども。お、まだ読むか。なんかね呼ばないターンもあるんで、その時はちょっとなんか楽になるよね。準備はいいか。有効。俺を楽しませろ。集中するんだ。一応支援しとくか。なんかめっちゃ大丈夫そう。すごい余裕ある。教育の時間だ。後ろは任せてください。なんとねオプションとしてはこれね、この引き付け回想残滓にダメージ減があるんで。まあ、ちょっとベストフレンドを切れちゃったとしても結構ゆうきくんが耐えてくれる説はあります。あ、ここはここはさっきみたくね、この減ってる時はちょっとウェーブ取っとくやつ。今なら俺でも。では教育の時間。これでマジで完封、消し飛べで減らせるので一冊は次のターンで、こう呼ばないターンもあるので、呼ばないターンも一応あるよというとこはありつつ、今なら俺でもありつつね、行くぞ総力戦だ。ここ必殺取っておくことによってもうマジ余裕で、行きなさい呼ばれる。まあここね同じですが、ちょっとメカ丸の活躍シーンを見てほしいという思い。楽しませろ。行くぜ、呪炎素術のせい。では教育の時間だ。マジで気持ちいいわ、無限にできるこれ。ブレイク決めていこう。メカ丸が生き生きしとる。で、あとですね、動画最後にちょっとまたもう一個オプションがあるんで、ちょっとここだけ本当に倒すとこやらせてくれ、お願い。倒せ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 。しっかりしろ。ちょっと余裕上げすぎるから、これも打つ余裕見せてっか。授業を始めよう。後ろは任せてください。いけ、どこを見ている。必殺打てるね。有効者でいつでもいけるぞ。
集中するんだ。では教育の時間だ。マジで実際ね、ノーダメだからこれ。吹っ飛んでいく。相手の動き、まあ、ちょっとここが長いと思ったらちょっと飛ばしてくれ。まあ集中するんだ。努力しても、もう余裕ありすぎるね。授業を始めよう。どうやら俺たちは皆様前に集中を。マックスだ。行きなさい、しもべども。さあ、しもべども来た。やらせん。そろそろ終わりにしましょう。準迎撃する。俺を楽しませろ。いや、あとはもうね、最後必殺で決めよう。決まるはず、たまったら。やらせん、やらせん、やらせん、やらせん。気持ちいい。さあ、集大成いきましょう。あ、たまってなかった。まあいいや、倒したら倒したで。今なら俺でも。授業を始めよう。その程度。あ、ちょうどいけそうです。呼ばれて、呼ばれてもだな。チャージ完了。今なら俺でも。授業を始めよう。どうやら俺親友のようだな。ジュレンソジェテ。アルティメットキャノン。落ち着け。はい、ということでね、俺はまだ負けられんのだ。メガ丸大活躍ありがとうございます。ありがとうございます。よかったらここまで見てくれて本当ありがとうございます。高評価ぜひともよろしくお願いします。はい、であとですね、最後ポイントもう一個ありまして、もうね、めっちゃ研究して何時間も生放送で研究した結果なんで、めちゃくちゃいろんな解説ポイントがあるんですけども、まあこれでゲトースグルでいけます。強いです。メカ丸も今回活躍できます。強いですっていう感じなんですけども、これでまあメカ丸のちょっとレベル上げのね、そこまでねテーマ合わないよっていう方とか、ゲトーを持ってない方、これでもまたあります。またね、さらにそれがですね、ゲトーを持っていないので五条先生を入れます。そしてフレンドのサポートのゲトウ、これを入れます。ゲトウがね、さっきいるんだけど、これってどういう順番？あ、同じキャラだからいかないの。はい、で例えばですね、あと使えそうなのがももちゃんとかでも使えます。通常攻略するときに全体スタン持ちなので、スタンメインでその雑魚的強かったりするんで、重力の旋風でスタンというね手もあります。まあ、こういう風に入れていってもいいんですが、1個まあ裏技的なところがありまして、このサポートにゲトを入れる。ちょっとゲト、ゲト、これってリロードできないの？リロードできないの？例えばですが、例えばですが、まあ、これがゲトだとしましょう。ちょっとね、代わりにこれがゲトだとしましょう。でそうするとですね、その最初の方、五条先生でガンガン行きまして、あと同じ動きをしまして、その後、ボスに赤打ちます。で、そこである程度火力を出す。その後ですね、給油を思い出して帰ります。帰ると入れ替わりますよねっていう風になっていきます。で、通常だとサブを入れ替わるんですけども、ここで、これがね、この後ろがゲトーだとしたら、ここで、この自分のサブを外すことで、このレンタルのゲトーがですね、自分のもののようにもう使える。五条先生を例えばね、レンタルで使ったらめっちゃ強い五条先生なんだけど、ターン数で帰っちゃうんですけども、こうした場合はその五条先生が帰るというねところを逆に有利に働かせて、ここにさっきのゲトーが入るとね、ゲトーを持ってなくてもゲトーパーティーが完成する。一番最初に見せたやつね。そしてゲトーここに入ってくるわけなので、そうするとですね、普通にゲトー自分で持ってないのに、メインで自分で持ってるかのように普通にボスのところではもうゲトーをねフル活用できます。でゲトーはその後給油を思い出して帰ったりとかしないので、これマジちょっとしたまあ技というかね、サブを入れない、あえて入れないことにより、自分が持っていないゲトー、それが五条先生と入れ替わることにより、ほぼ自分が持ってるかのように使えるシステムなんで、やってみてください。はい、ということで、ね、ここまででね、参考になる情報あったらぜひとも
チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくお願いします。まあ、一つあるのが、まあ、純平くんの回想雑誌、これが強いなというところです。代用は一応、地元、鍋パーティーとかみたいな、知力をちょっと回復する系とかね、そういうのでやっていくかっていうところなんですけども、やっぱり純平くんのが少し強いです。他にはですね、あの回復のやつに、知力分もついてるやつとか、使っていく手もありますが、まあ、ちょっとでも知力をね、まあ、回復できるやつを入れたいかなと思います。一応、鍋パーティー、これじゃねえや、他でいけるかなと思いつつ、ただこれね最初8ターンなんで、ちょっとそこはどうかなという感じです。他にもねちょっと研究してみてあればですね、皆さんにお届けしたいと思います。まあ、隔たりがこれが6ターンで15知力っていうところ、まあ、ここら辺かなというねところではあります。まあ、それ以外はですね、ここら辺変えても全然いけますし、規格外なければ矜持とかでもいいので、まあやってみるのもありかもしれません。それではですね、最後までご視聴ありがとうございました。よければですね、最後ね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いや、マジでね、今回ここ強いんで、なかなか楽しかったです。他にもですね、呪術廻戦動画上げていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。次、消化一瞬の、あ、すいません、ちょっと変なの見えてました。やっていきたいと思いますので、ぜひとも見てください。それでは、最後までありがとうございました。本当にありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。のっちん TV でした。ありがとうございました。またな、バイバイ。